はい、お弁当箱のご飯を入れる、これちょっと保温できるタイプのお弁当箱なんですけど、それのご飯を入れる部分が、まあ数年経ってちょっと匂いが取れない状態になってますので、容器だけ買うっていうことを行いました。その届いた商品です。こちらになりますね。価格は577円でこちらを2個買って、送料は、ある一定の金額までは350円かかりますというふうになってます。届いた状況で、確かに今持ってるものと変わらないようなサイズになってます。ちょっと開けて、こう開けた時に今ある数年使ったものに匂いが出るんですが、果たしてこれは匂いは、クンクンしましたけど匂いもなくいいですね。これでまたお昼ご飯が美味しくいただけることになると思います。お弁当箱の交換用のご飯入れのご紹介でございました。